初め押してたのがこのラインを押されてたんだけど、なんかちょっと骨の上押されてる感覚ない？あるでしょ。でも実際押してほしいのがこのこうずらすとこのすっぽり当てはまる感じ。こっちじゃないしこっちじゃなくてここでちょっと下を押してから前を押すとはまる感じがなんかしっくりくる感があると思うんだけど、押し込んでから前出すと多分効くと思う。そうだね、左から右目の方に突き抜ける感じ。ぐーっと。で押しながらこう角度変えてあげてもね、多分どっかしら入るから。でこれが大体の人が押すのがちょっと上を押しちゃうんだよね、こうやって、これだと利きが甘いんだよちょっと、この隙間グッとこっちもねこうプニプニで、ここも気持ちいいのは気持ちいいんだけど、もうよくわからないなと思ったら回転してます。ここまで気持ちいいんだけどね。実際効かせるのはこっちの方がガツンと効く。これはでもまだ指の腹で押してるんだけど、先で押すと結構効くんだよね。ぐーっと。真ん中がアモン、で、天柱、風知、肝骨。これがちょっと上になるとちょっとやっぱね効きが甘くなっちゃうんだよね。で首はねさっきやってたみたいに押してこうやるんでいいと思う。あれはその中でもこうやって、あ、ここ硬いなと思ったらここ効くでしょ、をちょっとこうグーッと押してあげる。あとこの入浴突起の後ろだよね。ここもちゃんとやってたからやっぱここが硬いんだよね。硬いところでちょっととどまってあげるととっても効く。ここは面と点の間ぐらいかな、押してるのは。点だとちょっと強すぎちゃうから、どう？気持ちよかったです。